今日晴れ。ちゃんと巻きなさいってテロップ入ります。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は2日目、はい、今日の練習はどうでしたか？いや昨日ね、ちゃんと意識したところ項目なんかあったと思うんですけど、はい、そう、大体意識できました。大体意識できました。大体意識できました。だいぶ意識できましたね。要するに良かったってことですよね。だいぶ良かった。でもやっぱりいつもの練習の感じはまだできてないんで、はい、それはもう試合でね、緩和したろうかなと思っております。やっぱり陸っていうのでちょっとビビっちゃってる部分ありますよね。ちょっとね、ひよってるよね。でもね、昨日はガチ日和だったけど、今日はちょい日和だから、はい、今日はもう仕掛けちゃいましたからね。ダンハクソン2本やって、そうね、もうイメージしすぎて、昨日と今日、はい、もうね、試合会場の跳馬がね、シズさんの跳馬、ピット跳馬に見えてきた。うわー、それ強い。もうイメージ、今日の、跳馬の皮の触り心地とか滑り具合はどうでした？ああ、それがね、1日経ったことによって、はい、だいぶこうみんなが飛ぶからね、結局、はい、いい感じに仕上がってましたね。おお。でも俺が手つくところはもうちょい奥だから、はい、奥の方ももうちょいこう今日でなってくれたらいいなって思います。みんなに仕上げてもらいます。明日ね、もうキラキラの目で見れるようにしてます。来た。はい。明日のポイントは、今日がちょっとまだ起きてからのひねりっていう感じではなかったんで、まあ昨日よりはいいんですけどね、そこを明日の試合ではもっと縦回転つけてあげてからのグッっていうひねりを意識して試合に臨もうかなと思います、はい。まあ今日は昨日よりもいい練習だったんで、めちゃめちゃ良かった。明日は今日よりもいい練習で、そうです、もう決めちゃいますか。尻上がりだからね。徐々に調子を上げて。尻上がりスロースターターだから。じゃあもう準備万端ですね。万端です。ただ明日ちょっと朝が早いんでね。うん、あとちょっと天気も雨で、なんかこっちは朝昼間暑くて夜寒くて朝よくわからないみたいな。うん、まだ確かに。ですよね。うん、その辺ちょっと慣れてないですけど。そんなことは関係ないということで、今日は晴れ、今日晴れ、今日晴れ、今日晴れ、がっつり雨降ってましたから、そう、
晴れって思い込むことが大事なんですよね。大事、はい、体育館の中は雨降ってないですからね。見えないし。はい、ということで、はい、明日本番頑張りましょう。頑張りましょう。おー。